皆さんこんにちは、みんなのゴルフダイジェスト、中村修です。今日ご紹介するドライバーはこちら、ムジーク DD2 ヘブン青デラカスタムっていうね、青デラにこのムジーク DD2 ヘブンのヘッドがついているドライバーになっています。これね、今ちょっと打ってみたんですけど、本当にね、打ちやすくて何もこのドライバーに合わせたスイングをする必要が全くなかったです。最初軽く打って、その後ね、だんだんヘッドスピード上げてしっかり振っていったんですけど、もうどんどん球は飛ぶし、どんどんまっすぐ行くしね。このね、ヘッド、まあ、あの64チタンのねボディにダット55っていうね、より強度が高くて、まあ、粘りのあるね、反発の強い、フェース素材を使っています。そして後ろを見るとね、ちょっとね、このウエイトがね、ちょっとヒール寄りにねセッティングされているのが分かると思います。まあ、そのことによって少しねフェースの開閉をね助けてくれる。それにプラスしてね、ハイバックって言ってね、シャローじゃなくて後ろが高いハイバックになってる。まあ、これどういうことかというと、重心の位置をねあんまり下げすぎない、あんまり後ろに行きすぎない。打感ですね、打ってみた打感は、まあ本当にね、柔らかいんですよ。柔らかいんだけど弾く、この弾き感は実はね、このシャフトもね手助けしていてですね、デラマックス、青デラマックスですね。これね、捕まりすぎない、まあこっちが捕まる、こっちは捕まりすぎないみたいなね、そういうマッチングがね、この足して2で割ったらね、本当にいい感じの捕まりになってくると。この組み合わせはね、よくぞ見つけたなと。球が逃げることはないです。軽いドロー、もしくはストレートっていうところでしっかり叩いてもね、応えてくれる、そういうね組み合わせにね、しっかりセッティングされています。まあ、これね、正直言ったらね、多分どんな人にでも合うと思うんですよね。まあ、その中で強いて言うと、やっぱりしっかり振って叩きたい、ドライバーを飛ばしたいんだけど曲げたくない人、ね、しっかり振れば振るほどもう応えてくれるようなねクラブになってますね。詳しくはですね、動画の説明欄から URL をチェックしてみてください。では。